はい、じゃあこんばんは。こんばんは。はい、で今日キャンパスミーティング第10回。今日はTボール普及活動についてっていうことで、今後の、まあ、取り組みっていうか、っていうのを少し話せたらなと思ってます。で、一応僕の方で考えてる、まあ今年はちょっとまあ、コロナの影響もいろいろあるんですけど、まあ、今後積極的に、まあ、取り組んでいきたいなっていうものが、大きく分けて4つあって、まず1つ目が、Tボールクラブの、まあ、継続的な認知度アップっていうところで、ブログや動画、まあ、そういった配信による、まあ、PR をちょっと継続的にやっていけば、まあ、Tボールの普及にも何かつながるんじゃないかなということと、2点目が、まあ、県内各地で T ボール教室などのイベントを開催していきたいなということで、先週かな、ハヤバルの方で、今回一応やさせていただいたんですけど、今後もこういった、まあ、お願いをされたら、できるような体制を作りたいっていうのと、3番目が、まあ、小学校などの T ボールという授業を、まあ、サポートできたらなっていうふうに思ってます。で、あと最後にちょっとこれも、まあ、どんなかな、まあ、なかなかちょっと年はどうかなと思うんですけど、 T ボールティーチャー、まあ、資格取得の、まあ、講習会とかっていうのも開催できたらなっていうふうに思ってます。まあ、これはもう連盟主導ではなくて、まあ、正直に活動というか動ける人、僕らでやってみたいなっていうのがあります。そんな感じですかね。で、一応まあこういった1番から4番まで何かこういったことでお二人からもいろいろ話を聞けたらなっていう風な感じで、何かどちらからでも。じゃあ先いいですか。はい、はい。Tボールの復旧活動なんですけど、自分が考えたのは、このまだTボールのと関わって1年ぐらいしかしなくて、で県内で大会があるって聞いて、その大会の様子を 見ると、どうしても年に1回しかなくて、で参加チームがほとんどいないので、もう野球チームにお願いしているというのが現状なので、できれば野球チームの大会、野球選手、野球、学校野球チームのメンバーの大会と、また野球連盟所属してない、例えば全然運動、野球とは関係ない人の、もう無所属というか、関係ない人たちでチーム作って大会とか、年に2、3回できれば楽しいのかなっていう。だから、であとは、さっき拓郎さんが言ったように、小学校の体育の授業に参加して、まあ、先生たちが教えるのもそうなんですけど、多分この専門の指導者たちが教える方が、まあ、技術面とか子どもたちの楽しさをよりなんだろうできるのかなって思うので、 T ボールの役員とかで小学校の学校の授業に先生たちから呼んでもらって指導したりとか、あとはまあ学童とか児童館にも子どもたちがいるので、そこで例えば広場使ってスタンド手を置いて飛ばして遊ぶとか、私はやっぱ場所がないとできないと思うので、その辺は体育館でも例えば狭くても飛ばすだけとか柔らかいボール使ってもできると思ったので、そういうのも取り入れたいと思ってます。でもう一個はさっき言ったようにTボールの講習会なんですけど、ちょっと今自分が検討してて、この技能足のスポーツ推進という活動を自分がしてるんですけど、こうやって技能足から委託されて、まあ、集まって技能足のスポーツを復旧するためのチームなんですけど、各自治体にそれがみんなあるんですね。北谷も沖縄市も浦添もみんなあるんですけど、そのスポーツ推進向けの人に T ボールの講習会を実施したらどうかなって思ってます。そしたら多分いろいろ呼ばれて、なんか T ボールの普及ももっと早くなってくるのかなっていうのがあったので、
そこを今年できたらなって考えてました。うん、こんな感じです。すみません、一つ質問なんですけど、このスポーツ推進員っていうのは各市町村にあるじゃないですか。はい。これって、あの、例えばこのニュースポーツのイベントとかってなんかやったりもしてるじゃないですか。はい。これに、まあ、Tボールがまあ入るか入らないか分かんないですけど、あの、こういった指導者資格の講習会とかって実際に何かのスポーツであったりします？これは多分市町村のこのスポーツ推進で自分たちで決めてから多分資格を取ったりっていう判断になると思うので、うん、スポーツ推進自体は資格はないです。もうどんな人でも、もうやる気がある人だったら誰でもできるので、特にこの活動制限っていうのはないですね。その中で、まあ、特定、例えば今からこう打診してみようという、例えば T ボールだったら T ボールの資格とか、じゃあ他のサッカーだったらサッカーとかっていうのが今までいろいろあったんですかね。なんか自分もちょっと分かんないので、そこら辺が可能性的に、うん、あるのであれば できるとは思うんですけど、多分やろうとする人がいないので、そうか。で、自分もまだ現状1年経って2年目なんですけど、この活動内容としては T ボールも以前上がったって言ってました。この T ボールもやろうかってなったんですけど、やっぱりちゃんとした指導ができる人がいないのと、あとやっぱコストが高い。定期的にやるのであれば、その道具の費用を考えて購入できるんですけど、年に1回とかってなると、そのために購入するかってなったら、ちょっと厳しいかなっていう声があったみたいですね。そっか、コスト面か、うん。ありがとうございます。はい。勝つ中る？じゃあ、今日は違う観点から。基本的に T ボールやった子供たち見てきたら、やっぱみんな楽しそうにやってるっていうのは感じてるので、普及はするとは思っています。で、その普及の仕方としては、やっぱりさっき今吉田さんが出てた道具の問題とかだったりがあるので、で、全国的にキッコア少年野球の一環っていうような要素もやっぱあるので、